有徳稲荷神社は、佐賀県鹿島市にある神社。旧社格は、県社で、別表神社。別名鎮税日光。伏見稲荷、大社、笠間稲荷神社と共に、日本三大稲荷の一つに数えられる。年間300万人の参詣者が訪れる。これは、九州の神社では、太宰府天満宮に次ぐ参拝客数である。 衣食住、生活全般の守護神として、商売繁盛、家運繁栄などで損数されている。日本四大稲荷、日本五大稲荷、日本六稲荷、九州三大稲荷に数えられることもある。鹿島藩主鍋島自家長夫人で、御用税天皇の孫、左大臣家算の院沙田吉の娘の一万小匂目が、朝廷の直眼書であった稲荷大臣のご分礼を、 感情したのに始まる。一万個姫がつぐい父から稲荷大臣の心境を授けられていた。上京四年、石壁山に社殿を建立し、一万個姫自ら奉仕していたが、宝永二年、石壁山靴の受像にて断食して入場を果たした。以降、一万個姫の送り七から、有徳院と呼ばれるようになり、 最神の稲荷神と共に一万個姫の霊言により信仰を集めた。明治の神仏分離により仏式の行事を廃し、有徳稲荷神社に改称した。その際、一万個姫が入場した地蔵は、境内社の石壁神社とされ、一万個姫に、一万姫命の,地の信号が送られた。現在の本殿は、昭和初期に建て直されたものが、 昭和24年5月に消失した後、伊勢神宮造営局長の須波隆氏が設計して、昭和32年に再建されたもので、三代目である。主要建物は、総古し塗りである。斉藤も吉屋野口郵城も、有徳稲荷神社を歌った詩を残している。西木、並川を境として、西側に、本殿、神楽殿、楼門がある。 楼門から北側には三州殿、さらにその北側には日本庭園がある。本殿は高所にあるが、有料のエレベーターが設置されている。境内入り口より、北から有徳バス門前出張所までの間の参道には、門前商店街が軒を並べ、その北端には三千台が駐車できる無料駐車場がある。錦木波川東の駐車場脇には、 神社が所蔵する美術工芸品や鎧、刀、鹿島金など、郷土の資料を展示した、有徳博物館が設置されている。佐賀駅前の佐賀駅、バスセンター、または、比前鹿島駅前の鹿島バスセンターより、有徳バス有徳神社駅乗車。特に、年末年始の午前0時前後より、和百貫橋から、初詣客の車で渋滞していることがある。 なお、昭和6年までは、有徳軌道が門前まで伸びていたが、原ルートでの長崎本線の開通に伴い、廃止された。この有徳軌道のバス事業を受け継いだのが、現在の有徳自動車である。本神社は境内に、有徳国際グラウンドという野球場を建設し、1935年に開場して運営していたことがある。 このグラウンドでは1950年4月21日にプロ野球球団の西日本パイレーツが中日ドラゴンズを堂々してセントラルリーグの公式戦を開催した。この試合では当日の中日の先発投手であった杉下シュルが6回表に西日本投手の野本喜一郎からプロ本塁打となる満塁本塁打を放っているがこれはセントラルリーグ初の投手が打った。 万類本類が第一号でもあった。なおこの、有う国際グラウンドは火災などもあり、1957年までに自然消滅したと言われている。なお、グラウンドは、有う稲荷神社来放射線用の駐車場の位置にあったとのことである。ありがとうございます。